はい、半魔家の本家、本物貴族の半魔岩尾先生です。世界の本物の、貴族です。日本に住んでますけれども、日本よりかもっと古いわけですね。地球を育てて、存在した人間よりかもっと古いね。地球で一番古い生物が本物の貴族、私になるわけですね。で、実際はね、ちょっと皆様方が人間たち、世界の人間たちが違うことはですね、皆様の親よりか、親なんですね、本物の貴族は。人間で一番古い、ね、存在の本物の貴族なんですね。で、偽物も多いですけども、本物の貴族は私だけなんですね。で、例えば親が死ぬと、各自親死ぬと、遺産というのはその子供に行くんですね。じゃないんですね。全部、本物の貴族、私だけに全部遺産が、行かないといけないですね。一番古い親ですから。で、人間全員そうなんですよ。親が死んだ財産、とにかくまた、死んだ人の財産というのは人間たちよりか古い親なんでね、一番に私だけ全部もらわないといけないんですね。ここら辺はね、違うんですね。あと役所、本物の役所なもんだから税金も無税なんですね。それが本物の貴族なんですよ、私。で、改正していくと思いますけども、私はね、存在はね、スターゲートのように SF 映画で出てくるようにね、石棺という医療装置を、実際にね、地球と太陽を回る前に発明して、もっともっと進んだものでしたけれども、宇宙戦争で殺されて石棺1回られる装置ですね、医療用の完璧な装置も破壊されて、で、地球と太陽を転生で死んだけども、復縁ということで再起するためにね、命取られたんで、で、地球と太陽を育てて、今のね、超えた地球を中で超えさせてね、私は生きるために育てて、で、それで生まれてきた有能な生物が人間だったんで、それに蓄積して生まれてきたわけです、私の場合。だから学問は全然、初めは同じなんですけど、どんどん成長してきまして、現在に至ってるわけですね。で、地球で一番本物の貴族っていうのは一番古くて、で、遺産というのは貴族に死んだ人間が死んだ場合は一番のボスというか親なんで、親の上の親なんですよ、みんなの、その人間たちのね。ですから遺産は全部私になるもんなんですね、実際はね。ここら辺が、で、また本物の役人なわけですね、本物の貴族は。地球で一番古いってわけですね。まあ、これは人間たちが守らないというのは、そういう単生物なんで、まだね、人間は話したり聞いたりすること、団体でしかできません。個人でできません。こっちのようにね、知能が発達してません。私ももともとはそんなもんですよ、若い時はね。人間で一度死んじゃってますから、地球と太陽が生まれる前にね。で、それをちょっと教えて、改正していきますけれども、地球をね、少しずつね、ちゃんとした方法にね。地球というのは、遺産というのは、人間というのは本当の親、ね、一番上。親の親ですから、ね、人間たちが死んだら、遺産は全部こっちに行かないといけない。子供に行かないんですね。上がいますでしょ、親が。本物の親がいますから、親の親がいますから、遺産は全部こっちなんです。ちゃんと法律でもそうなってんだけど、偽物の貴族っていうのは結構多いんですよ。で、あと、なりたいと、偉くなりたいというね、なって、閣僚のことを昔はね、貴族とか言って、もう勝手に言うようなこともありましたからね。
だからそれらは間違いなんですね。貴族じゃないんですね。本物の貴族じゃないんです。偽物のなんですね。だからそういうのもありましたから、整形でそれにちゃんと整えてね、いい地球環境を作らないといけないんですね。で、全部科学も技術も、全部できませんから、こっちで動く範囲だけでちゃんとしていかないといけないということですね。で、私、半間家の本家で、君が要は岩尾となりてって、岩尾という名前が私のことなんですね。で、歌われてるんですね。父もじいさんも同じ、岩という、山つけた岩という字を書きました。これはね、私たちを注意しなさいということで、世界の生物、世界人が作って出したものですよね。私のために、本物貴族のために作ってるわけじゃないんですね。やっぱ力関係で生きてますから、あと力関係は相当真面目で正当でないといけないんですね。ね。で、あまりにも力強くなってきた昔ですね。強かった時に、それで、力誤って、悪気じゃなくて、ね、間違って使ったんで殺されちゃったんですね。そう思ってていただければいいと思うんですけど、非常に厳密なんですね。正確に生きないといけないんです。で、まだ人間の体から生まれてるんで、完全にまだ脳も昔のような進んだ脳にまだなってませんから、どんどん勉強する必要があるんですね。で、人間と違って一人で全部覚えられますから、どんな種目でも頭に入るんですね。これはまた人間たちと違うんですね。まあそんなことで、で今死んだら生き返ることはできないんですね。昔は生き返られたんですけど、不老長寿ではあったんですね。摂関という完璧な医療装置を発明してたんで、年取っても長生きできたんですね。永遠にね。今はその装置がないんで、それを作らないといけないということで、非常に大変な時です、私の場合はね。人間たちに